西宮市立中央運動公園は、兵庫県西宮市河原町にある公園、スポーツ施設である。公園は、JR 西日本西宮駅から約1トル阪急電鉄西宮北口駅から約1トルの距離にある西宮市河原町に位置する。敷地の南側には、国道171号が接道しており、中央体育館、武道場、 多目的グラウンド、テニスコート、陸上競技場、遊具広場、児童公園が整備されている。敷地内には、西宮スポーツセンターも設置されている。有料駐車場は、体育館前に92台、少し離れた中谷町に52台ある。中央体育館は1965年竣工、陸上競技場は1957年竣工で、 老朽化が進行しているため、2016年3月には、西宮中央運動公園及び、中央体育館、陸上競技場等再整備基本構想が公表された。2020年6月15日、新型コロナウイルスの影響により、西宮中央運動公園及び、中央体育館、陸上競技場等再整備事業の入札が急遽中止された。事業の見送りの理由は、 新型コロナウイルスの影響により、多額の財政支出と税収減少が見込まれ、財政状況の見通しによっては、5年度の財政負担が大きい未着手の事業の着手を見合わせるためとしている。西宮中央運動公園及び、中央体育館、陸上競技場等再整備基本計画。西宮市。2020年11月13日閲覧。 西宮中央運動公園及び、中央体育館、陸上競技場等再整備事業の延期。西宮市議会議員、田中正武。2020年11月13日閲覧。西宮中央運動公園西宮市ホームページ。www. 西 .or.jp。2020年1月3日閲覧。ありがとうございます。